お久しぶりっていうか、私最後に出演したのいつよ。記憶によればだけど28話くらいじゃなかったっけ。いや多分っていうかさ、ねえ、私は情報を広める仕事があるわけ。ね、あの子たちは情報を得ずに生きていけるわけ。どうなのよ、私必要でしょ。早く出演させなさいよ。はぁー。ソフィアチャンネル。ここをこうして。あれ、この場合どうするんだっけ。咲夜さんに聞いてみようかな。使えない役って思われないかな。いや、私はここで変わるんだ。素直に聞いちゃおう。咲夜さんも優しかったし、きっと大丈夫だよね。あれ、ここまっすぐだったかな。まだ場所がよくわからなくて迷っちゃう。よくみんな迷子にならないな。あ、ここだ。確かいつもここら辺にいたような。あ、見つけた。咲夜さん、すみません。ちょっと聞きたいことが。ダメよ、来ちゃダメ。え、どうしたんですか？あなた誰ですか？お客様。ダメよここは。早く逃げて。心配しなくてもあなたに用はないわ。せいぜい一人で頑張るのね。ふふふ。それじゃ。さ、咲夜さん。私のために。ごめんなさい。ごめんなさい。まだ弱い。もっと強い力を。すべてを飲み込んでやる。あれ、おかしいな。大ちゃんが待ってたはずなんだけど。ルーミアちゃんもいなさそうだよね。どこに行ったんだろ。もしかしてルーミアちゃんと先に出会って私たちを探しに行ったのかもよ。本当にそうかな。ダイちゃんは絶対に約束は守る。急にいなくなったりなんか。だとしたらあとはフランちゃんのとこかな。行ってみる。そうだね。何かあったらじゃ遅いし、ちょっと心配だし、急いで探しに行こう。うん。ミネ、いるの。あ、霊夢、どうしたの。あ、ミネです。はじめまして。風見優香よ。よろしく。チルノ、ルーミアはどこ？わからない。まだ見つかってないんだ。それにダイちゃんもいなくなっちゃったし。ねえ。偶然かしら。だとしたらタイミングが良すぎるわね。あいつは闇で力を飲み込むの。おそらく強者を襲撃して力を得ているはず。急がないとまずいわ。でも、どうやって見つければ。ゆかりはどうしてるの？わからないわ。最近会ってないし、あいつも何かあったようね。仕方がない。手分けして探しましょう。いい、下手に攻撃せず、まず場所を知らせること。わかったわ。あなたたちはもう帰りなさい。子供が関わっていいことではないわ。嫌だ。ミネ、あなたもよ。私も嫌。二人とも、これは遊びじゃないの。わかってる。友達が危険な目に遭ってるかもしれないなら、じっとなんかしてられるわけないよ。そうだよ。友達を大切にって、教えてくれたのは霊夢だよ。本当に危険なのよ。私たちでも倒せるかわからない。だったらあたいたちも戦う、力になるよ。あたいはヒーローになるんだ。守るって誓ったんだ。はぁ？わかったわよ。優香。ダメよ、危ないわ。霊夢。この子たちの目をしっかり見なさい。たとえ子供だとしても、あの子たちの覚悟は本物。それを無駄にすることなんてできないじゃない？わかったわよ。ただし、危なくなったらしっかり逃げること。いいわね。霊夢。ありがとう。ミネちゃんもあたいが守るから大丈夫だよ。任せたわよ。チルノ。えへへ。守ってくれるんだ。任せてよ、あたい、最強だからね。さて。行くわよ、みんな。くれぐれも油断しないように。え？やっと見つけた。ここで何してるの？アリス。あらあら。最初は霊夢に気づかれるかなって思ったけど、意外な人にバレちゃうなんてね。邪魔しないでくれるかしら。あの魔法は危険なの。今すぐやめなさい。あなたも私の夢の邪魔をするのね。
残念だわ。少しは理解してくれると思ったんだけど、消えてもらうしかないわね。結局戦うしかなさそうね。私が援護するからアリスに接近しなさい。了解した。あんたに負けるほど落ちぶれちゃいないわよ。はい、ザグラディガー。すまないパチュリー、ノーレッジ。これ以上私は動けそうにない。くそ、思った以上にアリスの魔力が上がっている。どういうこと？私も日々使用してるっていうのに。なら魔力がなくなるまで戦うだけよ。サンダガー、リフレク。ま、まずい、栄翔が間に合わ。じゃー、自分の技で自滅するなんてね。情けない。これで邪魔をする者はいなくなった。儀式を再開させてもらう。な、なんなんですかあなた。小石は、みんなはどこに？大した力じゃないわね。まあいいわ。あなたもいただく。いや、やめて。心を読む力か。どうでもいいわね。さっき強そうな鬼がいたわ。あいつの力をいただきましょう。おかしいわね。これだけ探しても見つからないなんて。戦いの痕跡すらない。一体どこに？気に食わないけど劉備の力も借りておくか。あいつは、地霊殿か。ち、あんた一体何なんだい？急に攻撃してきやがって、お前。あの竜花というやつと近い力を持っているな。なんだお前、あのバカの知り合いか。あんなやつと一緒にされたくないね。私の方が強いんだ。ほう。ならいただくとしよう。あん、おっと。危ない技だねー。こりゃ気をつけないと。あの野郎、ぶっ飛ばして。あや、どこ行ったんだい？怖くなって逃げたか。あはははははは。ガハ。ぐ。でかい口叩く割にはこの程度か。私が強いのかお前らが弱すぎるのかわからんな。あたしはまだ立てるよ。終わっちゃいない。終わりだよ。私は最強の鬼。私が敗北を許すのも鬼だけだ。鬼の底力、見せてやるわ。お前をここで倒す。やれるものならやってみろ。ふん、後悔するなよ。スパークグロウ。ドールハンマー。喧嘩売るからこうなるんだよ。さて、あとはこいつを片付けてやるか。こういう時は霊夢に引き渡すのがいいのかねー。そもそも異変があったのかもしれないし、こりゃ宴会を開いてもらわないとね。うくつ。ふふふふ、あとは、生贄と呪文だけ。待っててね、上海。今自由にしてあげる。待ちなさい。はぁ、はぁ、もう目が覚めたのね。パチュリー、わかってるでしょ。私は戻れないのよ。そんなことないわ。あなたは、優しいもの。こんなことできるはずがないのよ。私の何を知ってるの？私は、ずっと、ずっと、本当にそばにいてくれたのは、この子たちだけ、人形たちだけが、私の友達だった。私たちの友情は偽物だったって言いたいの？わからないわ。だって、本当の友達なんて、私にはいないんだもん。あなたの言う本当の友達って何？それも、わからないわ。あなたは、人を殺めることはできない。あなたの儀式は失敗に終わるわ。そうね。私に人を殺めることはできない。最初からできるはずがなかったのよ。だからね。ちょっと、あな
カなことはやめなさい。ごめんね。私、バカだからさ、どういう方法しか思いつかなくてさ。上海や、みんなのこと、よろしくね。ダメよ。ダメ。くそ、なんで体が動かないのよ。立ちなさいよ。今まで、よくしてくれて、ありがとう。ダメ。待って。さよなら。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録をお願いするわ。最新の動画や再生リストがございますので、ご視聴していただけると嬉しいです。じゃあ、とお願いするわね。早くしないとフランにプリン食べられちゃうじゃない。ちょっとお嬢様。コメントもお願いしますね。もう、お嬢様待ってくださいよ。わあ、おっとっと。チャンネル登録はこの真ん中のやつだぜ。って言ってる場合じゃねえ。どこに逃げた？あそこか。逃がさないわよー、マリサー。ちょっと借りるだけだって。あ、ごめん。